こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は樹齢5000年、巨大針葉樹、長寿の謎を解説するぜ。樹齢5000年、そんなに寿命の長生きがあるの？世界には何千年も生き続ける樹木がたくさん存在するんだ。特に針葉樹はその傾向が強い。桁違いに長く生きる樹木たちは、まさしく神秘の力を持つ存在なんだぜ。確かに、樹齢の長生きの近くに行くとなんとなくパワーを、もらえているような気分になるよ。だけど、どうして長く生きることができるのかな？人間と同じで歳を取れば老化していくものだと思うんだけど。実は、樹木たちは何年経っても新鮮な細胞を持ち続けることを、可能にする構造を備えているんだ。しかも、その構造は人間では考えられないような、驚くべき仕組みで成り立っているんだぜ。どんな構造や仕組みなんだろう？すごく興味があるよ。今回の動画を見ると、世界や日本の超長寿樹木、恐るべき樹木の生態や長寿の秘密、針葉樹が超長寿となるに至った切実な理由について詳しくわかるぜ。それではゆっくりしていってね。まずは、寿命の長い樹木たちの具体例をいくつか紹介するぜ。まずは世界の樹木だ。アメリカ西海岸、カリフォルニア州から、ネバダ州に広がる高山地帯には伊賀五葉松、という樹齢4000年超えの樹木が何本も自生しているんだ。しかも、この樹木たちが立つのは、強風の吹き荒れる標高3000メートルの超高地地帯なんだ。樹齢4000年超えで標高3000メートル。一つ目からすごい樹木が出てきたよ。さらに、冬にはマイナス15度まで気温が落ち込む極寒の地だ。当然豊かな土壌など育つはずもなく、伊賀五葉松たちは岩肌の露出した、乾燥した地面に根を下ろし、夏の数週間に差す太陽の日差しと、わずかな雪解け水を頼りに生きているんだぜ。聞いている限りでは、とても長生きしそうな恵まれた場所ではなさそうだね。まさに、生物が生きていく限界地点のような場所だな。だが、ここで伊賀五葉松たちはしっかりと根付いて生き延び、恵まれた土地ではありえない、ねじり上がるような太く勇ましい幹を手に入れ、堂々とそびえ立っているんだ。すごい。芸術作品みたい。伊賀五葉松は本来、このような曲線を描くような成長の仕方はしないんだ。ここで育つ伊賀五葉松の中の一本は、樹齢4800年に達することが分かっていて、世界最古の生命体という称号と旧約聖書に登場する大老、メトシェラの名を与えられているんだ。メトシェラってノアの箱舟で有名なノアのおじいさんの名前だよね。969歳まで生きるほど長寿だったって聞いたことがあるよ。ちなみに、この中のどの木がメトシェラなのかは、保護のために明かされていないそうだぜ。きっと一番ねじりがすごくて貫禄がある。伊賀五葉松がメトシュラなんだろうね。南北アメリカ大陸にも、伊賀五葉松に続く、長寿の木が多数確認されていると言われている。一昔前までは、世界最大の木であるジャイアントセコイアが、樹齢3000年を誇る最長寿の木と考えられていたんだ。この樹木たちは、同じくカリフォルニア州のシエラネバダ山脈にのみ見られ、最大で樹高115メートルに達するものも存在する。一方で世界一太いと言われるメキシコ沼杉は42メートルある樹高より、幹の直径の方が15メートルも大きい巨樹で、樹齢は2000年を超えているんだぜ。3000年に2000年。またまたすごい年齢だよ。チリのツンドラ地帯に近いアレルセ、コステロ国立公園では、1990年代の調査で樹齢3600年と推定されたパタゴニアヒバが見つかっている。パタゴニアヒバはジャイアントセコイアの仲間で、チリやアルゼンチンの高山地域限定で認められる樹高50メートルに及ぶ巨木なんだ。そして、なんとつい最近では、別のパタゴニアヒバが樹齢5000年を、超えているのではないかという驚きの報告があった。現在もまだなお調査中のようだが、世界一の長寿樹木が、入れ替わるかもしれない結果に期待が寄せられているんだぜ。5000年。縄文時代くらいから生きているってこと？長寿というより不老不死なんじゃないかと思えてくるよ。続いて日本の樹木だ。勾配が激しく南北に長い日本の地形は、大陸と海の両方向からの影響を受けて、世界でも珍しい気候を生み出している。故に独特の植生が築かれ、世界の樹木にも、負けないような立派な木々が多く生息しているんだぜ。日本にはどんな長寿樹木が生息しているの？日本の伝統的樹木であるクスノキ、桜の木、杉がその代表だ。クスノキで有名なものは日本一の巨樹と謳われる、鹿児島県旧賀茂町に生えるガモウのオグスだな。樹高30メートル、幹周り24メートル、樹齢1600年と推定されているんだ。日本三大桜にも数えられる山梨県の山高神代桜は、樹齢2000年を超える日本最古の桜だぜ。わぁ。日本にも何千年も生きてきた樹木たちがいるんだね。日本を代表する長寿の木はまだまだあるが、絶対に外せないのが縄文杉だ。
鹿児島県南海岸沖50キロメートルに浮かぶ屋久島は、固有の生態系を保存する貴重な山岳島として世界自然遺産に登録されている。この地に自生する杉のうち樹齢1000年を超えているものは屋久杉と呼ばれていて、中でも最も高齢な屋久杉として知られたのが縄文杉なんだぜ。縄文杉？ということは、樹齢5000年を超えるのではないかと、言われているパタゴニアヒバと並ぶような樹木なのかな。樹高25メートルのこの杉は、一時期樹齢7000年を超えると、推測され世界を驚愕させたんだ。7000年。世界一長寿な樹木ってこと？現在では、放射性炭素を利用した年代測定から、樹齢2170年ほどと訂正されているが、相当な長寿であることは変わらないぜ。なんだ、残念。だけど、相当貫禄のある素敵な樹木なんだろうね。ここで不思議なのは、どうして屋久島ではこれほど長寿な杉が、たくさん育っているのかということなんだ。実は縄文杉のすぐ近くには大王杉と呼ばれる杉があり、これも樹齢3000年を超えるのではないかと推定されているんだ。縄文杉より長生きの樹木もいるの？杉が他の植物に比べ長生きなのは間違いないが、突出した樹齢や老木の密度から考えれば、屋久島の生態系固有の秘密が隠されているというのが妥当な考え方なんだ。屋久島の成り立ちが長寿のヒントである可能性が高いんだぜ。屋久島がどうやってできているかが長寿の杉が多い理由と関係しているってこと？屋久島は、およそ1500万年前に発生したカルデラ噴火によって築かれている。カルデラ噴火とは地盤が陥没するほどの大量のマグマが吹き上がる。大規模な噴火のことで、同時代、西日本を中心に連鎖的に起こった。カルデラ噴火は列島史の中でも最重要の事件だったんだ。そして驚くべきことに、その噴火によってできた。火山性岩石そのものが塊となり、島として残ったのが現在の屋久島なんだぜ。屋久島はほとんど火山性岩石でできているってことなんだ。つまり、屋久島は植物の生息環境としては恵まれたものとは、到底言えない場所なんだ。むしろ、栄養に乏しい、過酷な酸性土壌と言っても過言ではないんだぜ。しかし、実はその過酷さこそが神秘の生態を生み出す、秘密なのではないかと考えられているんだぜ。栄養が少なくて恵まれていない場所なのに、そういえばメトシュラも岩肌の露出した、乾燥した地面で育っているって言っていたね。こういった過酷な状況下では、植物たちは厳しい環境に耐えるようにゆっくりと、時間をかけ慎重な成長を続けようとするんだ。そして、幹は太く硬く、病気に強く、頑強な体を作り上げていく。屋久杉の長寿は困難な試練に対する適応の結果だったと言えるだろうな。そういえば、樹木の年齢ってどうやって調べるの？年輪を見るとわかるって言うけど、調べるために木を切るわけにもいかないでしょ？例えば、縄文杉の樹齢7000年という数値は、樹齢1000年を超えると目されていた別の杉の切り株と、縄文杉の直径を比較した関係式から算出されたんだ。しかし、同じ種でも成長速度が違うため、樹齢と木の直径を単純比較することはできず、訂正される結果となってしまったんだぜ。確か、放射性炭素を利用した年代測定を行って、年数が書き換えられたんだよね。別の測定方法として用いられたのが、放射性炭素 14C を利用した年代測定だ。放射性炭素とは、中性子を通常より、2個多く持った炭素原子のことで、宇宙から届く高エネルギーの放射線が大気上層で窒素原子と、衝突することで太古から変わらず微量に作り出されているんだぜ。ふむふむ、構造上不安定なため、5730年ごとに、半分の割合で崩壊し数を減らしていくため、地上に存在する量としては一定に保たれていることになる。植物は光合成の過程で二酸化炭素として、放射性炭素を体に取り込んでおり、その割合は大気中の濃度と一致するはずなんだ。植物は二酸化炭素を吸って酸素を出しているから、その時に放射性炭素も一緒に体に入ってきちゃうんだね。ところが、植物の内部には完全に代謝を停止し死んだ細胞も、残されていて大気中の濃度と一致していない部分がある。だから、成長重りと呼ばれる道具で木の中心部を取り出し、放射性炭素の減少量を調べることで、その植物が成長した年代を割り出せるというわけなんだぜ。へぇ、元気な部分じゃなくて代謝が止まった部分から年齢を推測しているんだ。ただ、昔ながらの年輪を数えるという慣習的な方法が、放射性炭素の計測方法に対して劣っているというわけではない。縄文杉は他の杉を元に比較して計測するという方法を取ったため、大幅にずれてしまったが、逆に放射性炭素で計測をした後に、補正として年輪での計測方法ですり合わせがされることもある。また、近年ではコンピューターテクノロジーを駆使した年輪計測方法を用いて、切り株を見なくてはわからないという弱点も克服し、精度をますます上げているんだ。どちらがいいというわけではなく、
2種類の有力な計測方法があるという考え方なんだぜ。いろんな例があったけど、伊賀五葉松や縄文杉みたいに、環境が過酷なところで育っている方が長生きになるのかなぁと思ったよ。整った環境で過ごす方がよほど大きく長生きに育ちそうなものだが、そうでないところが樹木の底知れぬ生命力の強さなんだろうな。しかし、そこまでの生命力を樹木たちはどうやって備え持っているのか？ここからは樹木の秘められた生命力について解説していくぜ。ほとんどの生物は細胞からできている。しかし、すべての生物の細胞が同じ仕組みでできているわけではないんだ。例えば、植物細胞にはあって動物細胞には見られない構造もいくつかあるんだぜ。植物と動物だと栄養の取り方や呼吸の方法も違うもんね。植物も呼吸はしているが、肺呼吸ではないし、人間が行わない光合成を行っている。いろいろな違いがあるが、特に注目したいのが細胞壁だ。細胞壁は、細胞膜のさらに外側から全体を包み込んで保護している。この作りがあるかないかで動物と植物のあり方が、根底から規定していると言っても過言ではない。植物は細胞壁を持っているけど、動物は細胞壁を持っていないんだよね。この細胞壁が植物として生きていくためには必須なんだ。細胞壁は、光合成によって作り出されるグルコースを、鎖状にいくつもつなぎ合わせ繊維質となった天然の高分子化合物の一種、つまりセルロースを主成分としてできている。高分子だからこそ強固な結びつきを生み出し、植物体を支える役割を担っているんだ。セルロースって強くて軽いから、医療とか靴とかいろんな製品に使われているんじゃなかったかな？セルロースナノファイバーのことだろうな。それだけ耐久性のある成分が細胞壁には含まれているんだ。一方、動物の細胞同士はコラーゲンなどで接着していて、柔軟性が保たれたままなんだ。代わりに骨と筋肉を持つことで、運動性を維持しつつ体を支える役割を担っているが、動くことのない植物にはそのような骨格は必要ない。細胞壁そのものが直接骨格の役割を果たすことで、レンガ作りの家のように、細胞の積み重なった体は、自然と丈夫で強固になっていくんだ。植物が耐久性のある細胞壁を持っていると言っても、その力を最大限にまで発揮する器官とそうでない器官があるんだ。特に力を発揮している器官が茎だ。茎は細い部分なのに葉っぱや果実を支えないといけないから耐久性が強くないといけないよね。茎は、表皮に葉の表皮と変わらない細胞が並び、その内側の皮層を構成する細胞が若干の厚い細胞壁を持ちながら、水分に富み身長成長に対応する柔軟性を持つという構造をしている。だから、最も肝心なのはさらにその内側を占める組織である胃管束なんだ。胃管束は水や栄養分が通るところだよね。実は、胃管束には水や栄養分の通り道だけでなく、支柱としての機能を果たすという大きな役割も持っているんだ。植物の種類によって違いはあるが、皮脂植物を例にして説明すると胃管束では、形成層と呼ばれる一枚の薄い層を挟み、外側に歯管、内側に木部が並んでいる。木部では、導管が根からの水を吸い上げ葉に送る働きをしており、その周りには木部繊維組織と木部重細胞が集まっているんだ。導管は水の通り道を確保するために、積み重なった細胞の内部と上下の細胞壁を、ごそっと取り払うことでパイプのように細長い構造をとっているんだ。細胞壁が取り払われているってどういうこと？つまり、わざと細胞を死なせることでパイプとしての機能を賄っているんだ。同じように木部繊維細胞でもパイプ状に死んだ細胞を並べている。そしてこれら死んでいる細胞を生きている。木部重細胞が隙間に入って束ね上げることで、木部全体として茎の強度を高めているんだぜ。放射性炭素で樹木の年代を測定する方法の話の時に、一部完全に死んだ細胞も含まれているって言っていたよね。樹木は死んでいる部分まで活用して成長に使っているってことなのか。もう一方の支部でも同じように死んでいる支部繊維細胞と生きている。支部重細胞ふるいが支持組織として機能しているんだ。肝心の歯管は、核を持たない導管とは違い生きたままの細胞なんだ。人間で同じことをしたらゾンビみたいになっちゃいそうだよ。だけど、樹木たちはわざとこの構造にしているんだよね。樹木からすれば、葉に届けられる水に対して、生産される炭水化物の量が少ないから、多数の穴を開け通り道とするだけで十分なんだ。生きる上ではこの上ない仕組みなんだぜ。続いて、茎から幹へ、草から木へと成長する。植物がそこから先どのような成長を遂げていくのかを説明するぜ。長寿な樹木の秘密を知るには大事な部分だよね。植物が縦方向へ成長するのは、茎の先端で細胞分裂したり、細胞一つ一つがその内部に水分を溜め込んで大きく育ったりした結果だ。これを一次成長といい、一次胃管束などの基本的な組織、器官が形成される段階だぜ。
さっきの位観測での働きが全体で繰り返されたから縦に伸びていったってことだね。その後、草から木へと移行する成長は二次成長と呼ばれていて、大事なのは二次位観測の形成だ。二次位観測は、木部と支部の間にある、形成層において次々と細胞分裂が起こり、徐々に支部、木部の両方向へと、新たな細胞が追加されていくことで随時形成されていく。この工程でできたものが年輪の正体だぜ。木は外側から樹皮、支部、形成層、木部っていう風にできているけど、支部は内側の樹皮の部分だよね。その内側の形成層の細胞分裂が内側に、追加されていくと年輪ができてくるってことか。その成長に合わせ、支部では古い支部が脱落していき、残った薄い層は内樹皮として樹木外皮のすぐ内側で栄養輸送を続ける。この部分はあまり硬くならないため甘皮などと言われている。一方で木部の成長は著しく、第一のポイントとして木質化が起こるんだ。細胞壁の強度の正体はセルロースという高分子の繊維質だとすでに説明したが、木質化する細胞では、セルロース成分が増加し 50% 以上を占めることになる。さらにそこに新たにリグニンという物質が、追加されセルロースと結合することで、鉄筋とコンクリートのように耐風にも負けない幹を作り出すんだぜ。リグニンも耐久性の強い成分なの？リグニンは、高分子のフェノール性化合物で、強力な接着剤や熱硬化性プラスチックの原材料として使われることもある成分だ。木の硬さや腐りにくさ、天候への耐性は、リグニンが影響して成り立っていると言われているんだぜ。強い成分が二重に入っているってことだよね。ただ外的な力に対する強度が強いだけではないんだ。セルロースは微生物が生産する酵素セルラーゼによって分解するしかない成分で、たとえ人間が食べたとしても消化できない。草食動物でも、胃腸内に微生物を飼うことでやっとセルロースの、少ない草なら消化できる程度なんだ。しかも、リグニンはもっと厄介で、一部の菌類でなくては決して分解できず、木を食べるシロアリでさえ消化できずリグニンをそのまま排泄してしまうんだ。木から幹へと育つことは、物理的強度を上げるだけでなく、動物、病害虫に捕食されないためにも重要なんだぜ。なるほど、強いし食べられることもない成分を、含んでいるから長生きになりやすいんだろうね。柔らかく誰にでも美味しく消化できる成分でできていれば、こんなに長寿の樹木が存在することはなかったと思うぜ。第二に、次々に増加していく木部の細胞はそのまま蓄積され続ける。これによって幹は太く強く成長していくんだ。木部の災害層、つまり形成層から作られた最も新しい細胞たちは、古い木部と変わって水の輸送を担うんだぜ。形成層の細胞分裂が内側に追加されていくと、年輪になっていくって言っていたよね。その時に水を運ぶ役割もしているってこと？内側に追加されていった部分がずっと、その役割を担っているわけではなく、何層か内側まではその役割を負担し、中心に追いやられていった古い細胞たちはパイプ状に開いていた。細胞壁の穴を閉じるように命令されるんだ。これは、唯一生きている細胞だった木部重細胞から、フェノールという物質が分泌されることで行われる現象なんだ。木部重細胞があなたたちは、もう水の運搬をやめなさい。って命令しているんだね。フェノールが分泌される理由は、病済みとなった古い木部の乾燥を防ぎ、肝心な幹の中心部が腐らないようにするためだと考えられている。そうして、最後には木部重細胞さえも死んでいくと、見事死んだ細胞だけからなる木部中心の支柱が完成するんだ。木質化した木部は材、そのうち、完全に死んでしまった中心部分は新材、周囲の若い細胞たちは変材と呼ばれているぜ。中心が死んでいるなんて不思議だよ。一番元気じゃないといけない部分のように思うけど、中心部分ほどではないが、形成層から作られたばかりの細胞たちも、その役割のためほとんどが死んでいると言える。樹木最大の特徴は、このように死んだ細胞と生きた細胞が互いに共存しているということなんだ。動物の体であれば、死んだ細胞ができたとすれば、生きた細胞に置き換えてもらわなければ困るが、樹木では死んだ細胞も生存のために必要不可欠なんだぜ。生物という意味では人間と同じなのに、こんなに違いがあるとは思わなかったよ。完全に死んでしまった中心部の新材の周囲には、若い細胞である変材があり、変材が外側に移行することで、その分新材は太くなり、幹は成長していくんだ。最初は水を通すための構造を取り、肥大成長とともに若い細胞とバトンタッチ。その後も中心で幹を支えることで、樹木としての成長を促してくれる。この変材から新材への移行と、その共存は見事としか言いようのないほど、よくできた仕組みなんだぜ。ここまで見た限りだと、樹木の長寿の秘密は、樹木独特の構造や作りが理由ってことでいいのかな？細胞壁と位観測の二つの力が最大限に発揮された幹という構造と、
その中では真球の細胞が共存しているという、動物では考えられない驚くべき生存戦略によるものだ。だからこそ、樹木は外敵や物理的な脅威に負けず、何千年も変わらず地上に立ち続けていれるんだぜ。その仕組みのおかげで、普通の植物では育たないような、過酷な場所でも長生きできるんだね。さらに重要なのは、この仕組みがどんなに高齢の樹木でも、変わらず成立しているという点なんだ。何年経っても、形成層では毎年変わらず新しい細胞が作られ続け、幹は古い細胞を取り囲むようにして肥大していくんだぜ。年輪が増えて年を取っていくけど、中身は若いままってこと？年老いた樹木だからといってその細胞までも年寄りであるわけではなく、作られたばかりのフレッシュな細胞が個体としての生理機能を支えているんだ。イガゴヨウマツも、今なお外側には若い細胞が並んでいる。生理的にはそのわずかな周辺部だけで生きていくのに問題がないんだ。しかし、その陰では、それまでに生まれては死んでいった。古い細胞たちが若い細胞たちをいつまでも支え続けているんだぜ。ちょっと質問なんだけど、今回のタイトルって、樹齢5000年、巨大針葉樹、長寿の謎だったよね。どうして針葉樹限定なのかな？実は、初めに紹介した具体例の中で、クスノキ、桜を除いた全てが針葉樹だったんだ。長寿になる樹木は圧倒的に広葉樹より針葉樹の方が多いんだぜ。それって、どうしてなの？針葉樹はその名の通り葉が針状になっている樹木のことだ。具体例で出ていたゴヨウマツ、ジャイアントセコヤ、メキシコヌマスギ、パタゴニアヒバは全部針葉樹なんだよね。対して、広葉樹は広がった葉を持つクスノキ、桜といった樹木だぜ。針葉樹は裸子植物、広葉樹は被子植物という違いもある。裸子植物は樹勢を被子として育つ部分である胚種が剥き出しになっているが、被子植物では胚種を脂肪で覆っていて、成長すると果実として実るようになっているんだ。こういった違いが出ているのは、被子植物が裸子植物から進化し、遅れて地上に誕生しているからなんだぜ。先にできたのは裸子植物の方なんだ。被子植物は、すでに裸子植物が繁栄している世界で、なんとか生存競争に打ち勝つ必要があった。そのため、裸子植物とは違う戦い方を選び、違う性質を自ら作り出したんだ。まず、裸子植物は多くの光を吸収するため、より早く高く成長しようと背の高い樹木として育っていった。そこで、遅れをとっている裸子植物は、日の届かない陰でじっと耐えしのぎながら、わずかな光を頼りに着実に成長できるように進化していったんだ。つまり、耐陰性が高い樹木という特徴を作り出したんだぜ。成長の速さや高さではかなわないから、他の方法で生き延びようとしたってことだね。耐陰性を高めることができれば、早く成長することはできなくても、時間をかけて立派な木に育つことができるからな。しかも、ゆっくり育った方が細胞のぐっと詰まった、固く重い材になることができる。やがて他の樹木の光の占有を阻止できるほどに大きくなれば、耐陰性においても密度においても優れている、樹木の方が優位に立てることになるんだ。そこまで考えて競い合って進化してきたなんてびっくりだよ。裸子植物の茂る森の中で、新たに登場した被子植物たちは、次第に優勢を誇るようになり、最後には裸子植物の地位を奪うほどになっていったんだ。裸子植物、つまり針葉樹たちは後から誕生した。被子植物である広葉樹たちとの生存競争に敗北してしまったんだぜ。生存競争では広葉樹に負けてしまったのか。だけど、寿命が長いくらいだから丈夫さでは、針葉樹の方が強いんじゃないかな。硬さで言うと広葉樹の方が勝っていると言える。建築業界では、針葉樹を軟材、広葉樹を鋼材と呼んでいるくらいなんだ。しかし、丈夫さ、強度という意味合いでは、広葉樹が強いとは言い切れないんだぜ。硬さで勝っているのにどうしてなの？というのも、針葉樹の方が木質化において、大切なリグニンの含有量が多いからなんだ。はっきりした解明がされているわけではないが、リグニンの成分にも違いが見られていて、針葉樹の方が材を腐りがたくさせる効果が、強いのではないかと推測されているんだぜ。腐りにくいってことは、建物を作るときなんかには、針葉樹の方がいいのかもしれないね。実際、長持ちする建築材として古来重宝されてきたのは、ヒノキなどの針葉樹の方なんだ。つまり、密度や硬さでは広葉樹に軍配が上がっているにもかかわらず、その健康さ、物理的強度の面においては、実は針葉樹の方が上だと判断されているんだ。針葉樹が生存競争において広葉樹に敗北を喫してしまったことは話したが、針葉樹は表舞台を広葉樹に明け渡しながらも、別の生態的地位を探し当て、自分たちが勝てる裏舞台で生き残り続けていたんだ。その裏舞台こそ土壌の乏しい寒冷地だったんだ。針葉樹が痩せた土地に自生していることが、多いのは被子植物に場所を奪われた結果だね。
広葉樹は耐陰性を優先したがために、水や気温など、その他生育に必要な条件をフル活用して生きなくてはならない。だから、そのほとんどが寒冷地に、適応することができなくなってしまったんだ。広葉樹は食べるほど大きく強くなるレスラーみたいな体を手に入れたけど、食べ物がないと強く生きていけないっていう、デメリットも出てきちゃったって感じだね。植物が寒冷地を苦手とする最大の要因は植物体内部の水分が凍ってしまうからだ。水分が凍ってしまえば光合成をするどころではなくなってしまうからな。しかし、広葉樹が生き残ることができない寒冷地で、針葉樹は予想外の適応力を見せつけたんだぜ。どんな風に適応したんだろう？冬を乗り越えようとする植物は、凍結防止のため、秋までに生産しておいたグルコースと呼ばれる貯蔵用に結合させた。澱粉をスクロースという別の糖へと変えておくんだ。スクロースであれば水に溶けやすく、糖分濃度が高くなれば、その分凝固点が下がり凍結しにくくなるという水の性質を利用するんだぜ。針葉樹はこの仕組みを利用して寒冷地に適応し、新たな生息場所を手に入れたんだぜ。確かに、普通の水よりも甘いジュースの方が凍りにくいよね。すごい作戦だよ。しかし、針葉樹が逃げ込んだ世界はその限度を超えた極寒の世界だったんだ。だから、針葉樹は通常とは異なる固有の耐凍性を発揮する必要があった。しかし、本来であれば弱点となっていた。針葉樹の特徴がここで功を奏することになったんだぜ。針葉樹の弱点？針葉樹は、原始的な仮導管が細く、少量ずつしか水が通らないという弱点を持っていたんだ。しかし、極寒の世界では、その方が凍結したとしても気泡が入りにくく、解凍後の通道性が失われにくいという利点に変わったんだ。生息場所を変えたことで、今までマイナスだった部分を、プラスとして使うことができるようになったんだ。わぁ、すごくラッキーだね。そして、忘れてはいけないのがその葉の作りだ。針葉樹の細く鋭い葉の形状は大きい葉に比べ体積に対する表面積の割合が大きくなる。よって、表皮の細胞が内部の細胞を守りやすくなり、外気温の影響を少なく留めることができるんだぜ。さらに寒冷地域では地中の水分も凍結しているため、過剰な水分の蒸発を防ぎ、気温の上がるわずかな期間まで耐えなければならないが、針葉樹の細い葉は、このような点に関しても対応できるうってつけの特徴だったんだ。針葉樹の方は、仙人みたいな潜在能力を発揮して生きているって感じなんだね。厳しい環境下で発揮される針葉樹の強みはもう一つある。針葉樹は樹脂細胞という樹細胞から特殊な粘液を分泌していて、これが病害虫の侵入を阻止したり、木部の腐敗を防いだりすることができているんだ。樹脂、つまり網に防虫や腐敗防止効果があるということだぜ。リグニンが多くてただでさえ腐りにくいのに、さらに網が後押ししてくれているのか。具体例で紹介した伊賀御用松も、腐死した後に幹が腐らず残り続けるほどに大量の樹脂で守られていたんだ。広葉樹にも同じような防御手段を持っているが、針葉樹ほど分泌量も多くなく、外敵に対して効果的でもないんだ。どうしてそんなに違いが出ているの？やはり戦略の違いにあると言える。針葉樹は、身を守るための万全の準備を整え、外敵に対しては徹底的に排除しようという姿勢を見せているのに対して、広葉樹は、最初からある程度は虫や動物に食べられても、仕方ないという前提で体を作っているんだ。むしろその方が、花粉や死を運んでもらえるなど利益が大きいと考えたんだろうな。確かに、虫に助けてほしいと思っていたら、完全にガードしない方がいいかもね。魅惑的な花や果実で生き物を誘い込む広葉樹は、針葉樹よりも賢く効率的に繁殖することができただろう。しかし、相手につけ込む隙を与えたため、極寒地のような過酷な環境下に陥ると植物体を保つことの、できないような弱点を持つ羽目になってしまったんだぜ。そんな風に、追いやられた針葉樹は広葉樹では、生きていけない環境下で見事適応を果たした。そしてこのことが最後にとんでもない逆転劇を生み出したんだ。結果的に、針葉樹は巨大に、そして長寿になることができたんだぜ。初めは負けていたけど、最後は競争に勝ったウサギとカメみたいな話だよ。貧しい土壌の上で、針葉樹はゆっくりと生きるしかなかった。だが、そうすることで、自分の体を丁寧に作り上げ、根を大きく張り、幹を太くし、強い体を得ることに成功したんだ。成長を急ぎすぎると、どん詰まりに陥ることもあるが、ゆっくり育ったことで何年経っても、じわじわと成長を続けることを可能とし、しまいにはとてつもない大きさ、年齢まで成長することにつながったんだぜ。そういった針葉樹のゆっくりで丁寧な生き方が、何千年も生き続けられる樹木たちの秘密だったんだね。広葉樹の方も1600歳のオーグスや2000年以上生きている桜がいるくらいだから、今後の進化によっては針葉樹に迫ってくる可能性もあるのかもしれないね。植物は人間とは全く違う構造や生態をしていて知れば知るほど面白い。
樹木だけでなくそれぞれの植物にも、生き延びるための秘密がたくさん隠されているから、興味があったら視聴者の皆さんもぜひ調べてみてほしいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポッチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。